それが。おい、どうした。な、何か食べるものを。腹が減っているのか。何か持ってきてやるか。分かった、何か持ってきてやるよ。できればとんかつ弁当を。何なんだこいつは。だが放ってもおけねえ。仕方ねえ、とんかつ弁当を渡してやるか。チケット買われますか。片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行くあてがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。
多分ハルカはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに？そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会の来栖会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく6代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、4代目今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよ。お前が登場会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、桐生さん。